舞伎俳優の市川團十郎さんが麗華さんと勸玄君をつい見間違えてしまった写真を投稿されています。團十郎さんは今年中学生になった麗華さんと小学6年生の勸玄君が手をつないで歩く姿や一緒に寝る姿など仲の良い兄弟の写真を多数アップされています。ファンからは父團十郎さんや亡き母真央さんに似ているとたびたび話題となっていますね。麗華と一瞬間違えた勸玄と寝顔を公開されています。團十郎さんは17日んと題したブログを投稿されています。麗華と一瞬間違えた勸玄ですと勘違いするほど麗華さんに似ている勸玄くんの寝ている写真をアップされています。うちの子二人ほんとよく似ていて、たまに顔だけだと間違える。あと声変わり前の声も同じで、電話だともはやわからないと。顔だけでなく声も似ているとことも明かしておられます。この投稿にほんと麗華ちゃんに見えますね。仲良しさんのお二人ですからね。前世双子ちゃんなどさまざまなコメントが寄せられています。本当にお二人そっくりですね。今は声もそっくりだとか、これからどんな美人さん美男子さんになられるのでしょうね。楽しみですね。チャンネル登録コメント励みになります。お待ちしています。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。